ですね、今回7月ね、岡山であった豪雨の件なんですけど、で、今回みんなが、義援金をしてくれたと思うんですけど、各市町村に。で、その義援金が、ちょっと配分されるってことで、なんか、各町内会の方で、いろいろ資料が配られてるみたいなんですけど、で、今回その、罹災証明とは何ぞやと、いうことですよね。罹災証明っていうのは、もうこの自然災害で、住宅が被災した際の、証明するものっていうのが、罹災証明ということになります。で、その被災した住宅っていうのは、持ち家だけに限らず、アパートとか借家なども入るみたいです。はい。で、その中でちょっと注意してほしいのが、車や、あと、門兵、倉庫などは、その対象にはならないということらしいです。はい。で、その、なんていうんですか、その被災した住宅なんですけど、すべてが、対象になるわけじゃないんです。被害の認定の調査いうのもあるらしいんです。前もってそのテレビとかで動画とか写真、自分の家のこんだけ来たっていうのがいるってことですよね。そうですね。どれぐらいの被害なんかっていうのを証明、申請するときに必要になってくるんです。その認定の区分がなんか4つに分かれてるらしくて、全壊、大規模な半壊と、半壊、あと半壊に至らないっていうのがあって、その半壊に至らないの部分でだと思うんですけど、この床下浸水、とかもなんか含まれてるみたいで、そういった人にも今回その義援金が配分されますよということで、地域によって違うと思うんですけど、配られている。はい、今日はこんな形で、でもそんなになんか僕らプロじゃないんで、ただ、間違いもあるかもしれないんで、これ言ってる、しかも市とか場所によっては多分なかったりあったりするんで、もしね、岡山市とか倉敷市のホームページ見たらいろいろなことが分かると思うんで、まだなんかいろいろ行き渡ってないところもまだあるみたいですしね。やっぱそのいろいろツイッターとか見る限りでも現状まだ結構大変なんだなと思うので、皆さんね、ちょっと助け合いしていきたいなと思います。そうですね。ありがとうございます。はい、というわけで今回は罹災証明書どういうものなのかということをね、軽くというか、分かる情報をお伝えした感じですかね。そうですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、どうも。はい。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。